どうも、テルエモンです。今日なんですけれども、Fusion 360 のこちらツールタブの中にあるスクリプトとアドインについて紹介していきたいと思います。こちらのですね、スクリプトというものなんですけども、こちらはですね、どういったものかと言いますと、そもそもスクリプトは何かってことなんですが、プログラムの一種でですね、プログラミング言語で書かれたプログラム、まあソースコードですよね、を即時に実行できるようにしたものということになります。例えばですね、こちらにあります、ボルトというものですね。クリックして実行というボタンを押してみます。そうしますと、ここにダイヤルボックス出てきまして、まあすでにもうこちら紙に出てきてますが、これですね、ボルトがポンと出来上がります。で、こちらのパラメータをですね、入力していくことで、そのサイズのボルトを作成できるという形ですね。ヘッドの直径変えたり、ボディの直径を変えたりとかですね。ちょっと今、サイズは適当にやっています。で、ヘッドの高さをこう、変えたりとかですね。このボディ、まあ、このネジ部の部分の高さを変えたり。はい。で、カットアングル。で、チャンファー。面取りですね。部分を。多分、サイズできないと怒られますね。で、これじゃあ、フィレットですね。ここの多分、ちっちゃいところですよね。はい。まあ、これですね、数値を入れますと、で、OK ボタンを押しますと、ここにボルトがポンと出来上がると。で、下のですね、タイムライン見ていただくと、これですね、スケッチ押し出しっていうのがこう実行されてですね、あと面取りフィレットとかですね。ここにネジ部が出来上がると。こういったのをこう自動的にですね、ダイヤルボックスのパラメータ入れて作成できるようにしたものが、まあ、スクリプトというものですね。これもちろんタイムラインが出来上がってますので、こちらもダブルクリックして形状を変更するということもできますね。例えばこれでね。こうですね、大きさを変えていくということもできますね。押し出す量を変えたりですとか。ちょっと分かりづらいかな。よいしょ。どうせすいません。このネジの、太さはここですね。このネジのところでやってるので。まずここでこう太さ変えたりとかですね。で、あとはこちら、モデル化にチェックを入れるとネジ溝もこう出来上がるという形ですね。はい。ちょっともう一個別のスクリプトも実行してみます。ボトルですね。ボトル実行していきますと、ちょっといきなり出来上がりました。ここにボトルがポンと、出来上がってます。はい。この辺からですからね。で、尺度で大きさを変えるんですかね、こちら。こう変えるようになっていると。まあ、これをゼロから本当作ろうとすると大変かなと思うんですけれども、こうやってちゃんとこう、ポンとですね、簡単にできちゃうという方ですね。で、あとからこちらの出来上がったタイムラインとこうダブルクリックして変更できますので、まあ、非常に便利な、機能かなと思います。こちらスクリプト。で、こちらのスクリプトですが、実行だけではなくて作成したりですね、プログラミング言語できる方は作成したり、あとはあるものをこう編集したりということもできるようになっています。編集ボタンを押しますと、ここに、プログラミング言語をですね、こう編集するような形で出てきまして、こちらの方ですね。まあ、プログラミング詳しい方は、こちらの方。編集したり、新規で作成したりとかっていうことができますよというところです。
あとはギアとかですね。まあ、結構 Python とかですね。で作られてたり、まあ、作ったりとかするっていう形ですね。またギアなんかもですね、こう作れると。はい。でですね、こちらの、Fusion360 App Store というボタンあるんですが、こちらクリックしますと、ウェブのページにつながりまして、こちらですね、アドインを、無料だったり有料でですね、ダウンロードできるところになります。こういったですね、他のこうギアを作る、こういったですね、アドイン機能が入ってたりしますので、こういったのをですね、ダウンロードしてあげて、アドインに追加するということもできます。例えば、ギア。ここで実行ボタンを押していきますと、まあ、こういったですね、アドインの場合はこういったメニューの中に追加されます。で、こちらに入力して、こうですね、ギア作ることもできるという形ですね。はい。はい。アドインですが、こちらですね。まあ、アドインの方は Fusion36 の API をベースに作成された、まあ、様々な便利機能を追加実装することができる、プログラムになります。Fusion36 上のですね、まあ、先ほど説明したツールタブ内にあるスクリプトのアドインを使用すると、Fusion36 の機能を拡張するスクリプトや、アドインをですね、作成したり管理することができますと。でですね、こちらのサイトですが、Fusion というか、オートデスクのですね、アップストアになります。で、このオートデスクのアップストアはですね、オートデスクが提供するウェブサービスで、カスタマイズ及び拡張するためのプラグインですね、レンドアプリケーション、コンテンツや学習教材などを入手できます。アプリケーションはですね、オートデスクのほか、サードパーティーの開発者が、オートデスクのソフトウェア技術を使用して作成されているものになります。繰り返しになりますが、まあ、無料だったり、有料だったりですね。結構これ便利だなってものは結構有料だったりするんですけれども、無料のもので便利なものたくさんありますので。まあ、こういったものをですね、今後、こちらのテレモンキャドルームの YouTube チャンネルでも、紹介していきたいと思っていますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、していただければと思います。はい。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。